明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は左の高橋、対するジャイアンツの先発は右の戸郷、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。左の高橋、マウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは浅野。第9球投げた、初球はストライク。第2球投げた、スライダーボール。第3球を投げた、インコース低め、サークルチェンジ外れてボール。投げた、打った、打球はセカンドの右、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。第1球投げました、ストレートはボール。まずは外角低め。さあ次の投球、投げました、2球目空振り。第3球を投げました、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール、インコース高め。第5球投げました、ボール。第6球を投げた、あっと引っ掛けた、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは3番坂本。第9球ボール。第2球投げた、スライダーボール。第3球を投げた、低め際どいボール。第4球を投げた、打ちました、オスナ、ボールを掴んだ、高橋取ってアウト、スリーアウトチェンジ。高橋無難な立ち上がりです。右の戸郷、マウンドに上がりました。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあここは守備を変えてくるようです。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは並木。第9投げた、初球フォークボール空振り。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、アウトロー、ボール。投げました、外角高め、フォークは外れてボール。第5球投げました、外角高め、空振り。さあ6球目投げました、打ちました、ライト方向へ持ってきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番青木。第9投げました、ボール。第2球投げた、2球目空振り、タイミング合いません。投球は3球目投げた、アウトコース低め、ボール。次は4球目投げた、空振り。第5球投げた、打った、門脇取った、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番山田。山田、背番号1。第9投げた、初球空振り、いきなり152キロ。
初球空振りから投げました。ボール。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げました。ボール。さあ4球目打ちました。門脇ボールを取る。一塁セーフ、セーフ、セーフ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番村上。第9球ボール。第2球高め際どいボール。第3球を投げました。3球目空振り。投げました。ボール。第5球投げました。打ちました。岡本掴んだ。吉川取ってアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー山田残塁に終わりました。1回が終了しまして0対0です。2回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡本。第9球投げた。外れた。ボール。第2球投げた。高めの球空振り。タイミング合いません。投げた。3球目ストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。次が4球目投げた。外角低め外れてボール。投球これから5球目見送ってボール。第6球を投げた。変化球空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9球投げました。ボール。第2球投げました。インコース低め空振り。第3球を投げました。ボール。次が4球目投げました。4球目空振り。追い込んで第5球投げました。打った。センターへのフライだ。掴みました。これで2アウトランナーありません。左バッターボックスは6番秋広。第1球投げた。初球決まってストライク。第2球投げた。ストレートはボール。第3球を投げた。打ちました。ファウルボール。追い込んでから投げた。インロー際どい球ボール。投げた。これはいい当たりだ。いった。一直線。入った入った。ホームラン。先制ホームラン。ライトスタンドへ吸い込まれていった。ジャイアンツ1点先制。1対0。チームメイトが迎えます。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは7番岡田。第1球投げました。スライダーボール。第2球投げました。アウトコース高め空振り。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。空振り。さあ5球目スライダーボール。
さあ6球目投げました。打った。村上ボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって1対0スワローズ先制点を奪われています。2回の裏1点を追いかけますスワローズの攻撃。先頭バッターはサンタナ。投げた。直球ストライク。インハイへ。いきなり152キロ。初球ストライクから第2球投げた。見送ってストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目投げた。アウトコース高め。外れてボール。第4球を投げた。ストライク。空振り三振。右バッターボックスは6番オスナ。第1球投げた。真ん中にストライク。いきなり152キロ。第2球投げました。低め。ストレートは外れてボール。投球は3球目投げました。打ちました。レフト落下点に入りました。取りました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは7番中村。第1球投げました。決まった。ストライク。いきなり151キロ。1球目空振りから投げました。見送ってボール。第3球を投げました。3球目ストライク。次が4球目投げた。打ちました。ピッチャー返し。抜けた。中村ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。第1球フォークはストライク。第2球アウトロー。直球は外れてボール。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。ストライク。第5球投げた。打ちました。内野ゴロ。門脇取った。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー中村残塁に終わりました。2回が終了しまして1対0です。3回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは吉川。投げた。初球空振り。いきなり152キロ。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目真ん中に決まった。ストライク。追い込んでいます。投球これから4球目打った。これは内野ゴロ。オスナボールを取る。高橋取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。第1球決まってストライク。1球目ストライクから投げました。打ちました。投球は3球目投げました。ボール。投球これから4球目ストレートはボール。投球これから5球目打ちました。ファール。第6球を投げました。外れた。ボール。第7球はインコース高め。空振り三振。打順は1番に帰って浅野。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました。初球空振り。第2球投げた。ストライク。第3球を投げた。内角低め。ボール。次が4球目投げた。見送ってボール。第5球投げた。打った。破った。ライトからセカンドへ。
浅野、いいバッティングを見せました。バッターは2番門脇。第1打席はセカンドフライに倒れています。第2球投げた、ボール。第3球決まった、ストライク。次は4球目、投げました、見逃し三振。高梨、ツーアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。3回の表が終わって1対0です。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー高梨。第1球打ちました、ファールボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し。そして今拾い直した、記録はヒット、記録はヒットです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ。もう一回一塁へ牽制球。第1球投げました、初球外れてボール。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。第3球はボール。一塁牽制、一塁タッチセーフ。戸郷、かなりランナーの動きを警戒しています。次は5球目、投げた、バントしました、ボールはキャッチャーの前、取った、一塁送球、あっと取れない。記録はヒット、これで2打数の1安打。バッターは2番青木。大きな声援が届いています。ストレートはボール、まずは外。第2球投げた、打ちました、門脇、下がった、落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面、投げた、決まってストライク。第2球縦のカーブ、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、打った、左中間のフライ、レフト前進、取りました。これはどうだ、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。第1球投げました、インサイド直球はボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球決まった、ストライク、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、レフト前に出る余裕があります。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。戸郷、見事に流れを断ち切りました。ジャイアンツ、このまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。3番ショート坂本。第9投げました、打ちました、初球打ち、これはセカンド真正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番岡本、これが2度目のバッターボックス。第9投げた、内角へストライク。さあ次の投球、投げた、打った、長岡掴んだ、アウト。岡本、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。投げた、サークルチェンジはボール。第2球投げた、ボール、高め。投げた、ストライク。投球これから4球目、打ったに当たりだ、行ったか、どうだ、入るか、ダイレクトフェンスに当たった、打ったバッター一気に二塁へ向かう、バッターランナー二塁でストップ、大城ツーベース。先ほどのプレーです。
先ほどホームランの秋広、高橋、ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。さあ次の投球、空振り、これで追い込みました。第3球は打った、流し打ち、あっと落とした落とした、村上今拾った、サードのエラーが記録されます。スワローズなおもピンチが続きます。ボール。第2球、外角低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、レフトバックして取って、これで3アウトチェンジ。高橋、ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。4回の表が終わって1対0です。4回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはサンタナ。第2球、投げました、ストレートはボール、アウトコースへ投げました、アウトコース空振り。次が4球目、投げました、ボール、内角高め。第5球、投げました、低めいっぱい、見逃し三振。右バッターボックスは6番オスナ、第1打席はレフトフライに倒れています。初球を打ちました、レフトへ上がった、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番中村、今日2度目のバッターボックス、投げた、ボール。第2球、ボール。第3球を投げた、高め、ボール。さあ4球目、空振り。第5球、投げた、打ちました、ショート左へのゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。スワローズわずか3人で攻撃が終わりました。4回までが終了しまして1対0です。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは吉川、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球、投げた、サークルチェンジ、空振り。第3球を投げた、渾身のストレート、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は打ちました、内野ゴロ、オスナボールを掴んだ、オスナ自分でベースを踏んでアウト。バッターはピッチャー戸郷。第1球、ストライク、目玉と厳しいところでした。初球ストライクから、第2球、投げました、低めの変化球、ボール。第3球を投げました、打ちました、レフト落下点、レフトフライ、飛距離は出て取りました、これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに帰って浅野。第1球、投げました、ボール。第2球、投げました、打った、打球は三遊間へ、一塁へ送る、アウトです、一塁はアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。高橋、最後はバックに助けられました。5回の裏、1点を追いかけます、スワローズの攻撃。トップバッターは長岡、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、高め決まってストライク、バッター追い込まれました。追い込んで第3球を投げた、ストレートはボール、アウトローへ。第4球を投げた、フォークボール、見逃し三振。バッターはピッチャー高橋。第1球、ボール。さあ次の投球、投げた、外れた、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、キレのある変化球。第4球を投げた、高め、ボール球打った、右中間へのフライ、
掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って並木、第9球見送ってストライク。1球目ストライクから第2球投げました。アウトコース低め、フォークは外れてボール。第3球を投げました。打った、取りました。これで3アウト。スワローズ結局三者凡退、無得点に終わっています。5回の裏が終わりまして1対0です。代打は丸に代わりまして、丸背番号8。第9投げました。初球見送ってストライク。まずは決めてきました。初球ストライクから第2球投げました。2球目空振り。第3球打ちました。次は4球目投げました。打ちました、ファールボール。次は5球目投げた、ボール。第6球を投げた、サークルチェンジャー、ボール。次が7球目投げた、インコースのボール左へ、打球はレフトの左へ、ワンバウンド、ヒット。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、丸ツーベースヒット。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスは3番坂本、今日はファーストゴロとセカンドゴロ。初球打った、村上取った、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げた、ストレートはボール。第2球低めストライク。第3球を投げた、真ん中にストライク、追い込んでいます。第4球は見送ってボール。投球これから5球目、打った、ファール。次は6球目投げました、ボール。投球これから7球目、低め、空振り三振。バッターは5番大城、第9投げました、外れた、ボール。さあ次の投球、インコース空振り。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、見送ってボール。第5球投げました、打ちました、ボテボテのショートゴロ。ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。高橋ノーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。6回の表が終わって1対0です。さあここは守備を変えてくるようです。スワローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは青木、今日はサードゴロとサードフライ。投球これから2球目、見送ってボール。投げた、ストレートはボール。投球これから4球目、マシンで捉えた、抜けた。青木、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは3番山田、今日3打席目。第9球直球見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、ボール。投げた、アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げた、縦のスライダー、ボール。投げました、打ちました、ファールボール。第3球を投げました、フォークボール見送ってストライク。第4球を投げました、ボール。
第5球投げました。打ちました。いい当たり。ピッチャー返し。抜けた。センターからサードへ。村上ナイスバッティングです。初安打。リプレイをご覧ください。右のバッターボックスは5番サンタナ。ひときわ大きな声援が聞こえます。ボール。さあ次の投球決まってストライク。第3球を投げました。低め外れてボール。第4球を投げた。遠く決まってストライク。追い込んでから投げた。外れた。ボール。第6球は低めの球。見逃し三振。第9投げた。外角低め。ボール。第2球縦のカーブ。ボール。第3球を投げた。真ん中決まってストライク。第4球を投げた。ボール。次は5球目打ちました。引っ掛けた。岡本バック。ファール。次は6球目ランナー一斉にスタート。打ちました。レフトへの打球。まだ余裕があります。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。スワローズここまでまるっきりいいところがありません。中盤まで終了しまして1対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは秋広。見送ってボール。第2球投げました。空振り。第3球ボール。第4球を投げました。サークルチェンジャー。ボール。低め。第5球投げました。打ちました。センター方向に持っていきましたが掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは代打中山。第9投げました。サークルチェンジャー。ボール。投球これから2球目打った。ライトへ上がった。ライトバックしていった。取りました。これで2アウト。ランナーありません。左バッターボックスは8番吉川。第9投げました。打った。アルボール。第2球投げた。ボール。第3球打った。いい当たりだ。ボールはレフトへ飛んでいきました。掴んでこれで3アウトになります。満員の神宮球場上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏スワローズラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは中村。投げた。初球打ち流した。ベースカバーに入る。秋広軽快な守備を見せました。左バッターボックスは長岡。今日はサードゴロと三振。投げた。打ちました。切れていきます。ファール。第2球ボール。第3球を投げた。空振り。第4球を投げた。ボール。第5球投げました。150キロ直球。空振り三振。ピンチヒッターは川端。第9球投げました。外角高め際どい球。ボール。さあ次の投球投げました。ボール。第3球を
投げました。ストライク。変化球にキレがあります。次が4球目。投げました。打ちました。ファール。第5球。投げた。打った。スタンドに入りました。ファール。投球はこれから6球目。打ちました。ライトへの打球。ライト交代。取ってこれで3アウトチェンジ。戸郷、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。7回の裏が終わりまして1対0です。高橋降板。右の石山、今日2人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球。投げた。1球目ストレート空振り。投球これから2球目。ストレートはボール。第3球を投げた。打ちました。山田ボールを取る。セカンドから一塁送球。アウト。長野いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。ボール。投げた。引っ張った。これは左に切れていきます。ボール。第4球を投げた。4球目ストライク。第5球。投げました。内角際どい球。ボール。第6球を投げました。打ちました。サード右抜けた。浅野いいバッティングを見せました。さあリプレイです。石山降板。左の山本、今日3人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第9球投げました。ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第2球投げました。外れた。ボール。投げました。見送ってボール。投げた。打った。キャッチャー落下点。ファウルグラウンド。キャッチしています。山本降板。右の大西、今日4番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球投げた。ボール。第2球投げた。アウトコース低めいっぱい。ストライク。投球はこれから3球目。内角際どい球。ボール。次は4球目。投げた。打った。痛烈な当たり。センターバックしていった。ヒット。センターからセカンドへ。坂本ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー2人を置いて迎えるバッターは岡本。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。変化球はアウトローへ。ボール。第2球投げた。2球目ストライク。第3球を投げました。見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。打ちました。投球これから5球目。外れた。ボール。第6球を投げました。打った。ライトフライ。飛距離は出ていません。取りました。これで3アウト。スワローズこの回2アウト2塁3塁のピンチでしたがここはゼロに抑えました。8回の表が終わって1対0です。戸郷降板。ここでマウンドに上がったのは菊池。今日2番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました。見送ってボール。第2球投げました。打ちました。ファールボール。投げた。落ちる球空振り。
さあ4球目ボール。投球これから5球目、これはすっぽ抜けてボール。第6球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、塩見ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。菊池結局アウトを一つも取れずに降板。左の高梨今日3番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、投げたボール。まずは外角高め、一塁牽制球を送ります。タッチセーフ、投げた、打った、引っ張った、一塁アウト、二塁送る、タッチしてアウト、ツーアウトランナーなくなりました。高梨降板、マウンド上は中川、今日4人目のピッチャーとして登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球ボール、第2球投げた、打ちました、第3球打ちました、投球これから4球目、打った、投げました、ボール、第6球を投げました、高め、空振り三振。最後はキレのある変化球。8回の裏が終わりまして1対0スワローズゼロ更新が続いています。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは大城、今日はここまで3打数1安打、投球これから2球目、直球ストライク、投球は3球目、投げました、スプリットはボール。第4球を投げました、空振り、次は5球目、打ちました、第6球を投げました、ツーシーム、空振り三振。バッターは6番秋広、これが4度目のバッターボックス、初球空振り、初球空振りから第2球、このボールも空振り、これで追い込みました。投球はこれから3球目、インハイ、外れてボール。第4球を投げた、高め、ボール球打った、抜けた、秋広いいバッティングを見せました。リプレイをご覧ください。先ほどからライトに入っています増田、今日初めてのバッターボックス、スワローズここはバントに警戒します。掴みました、送りバント失敗、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは8番吉川、今日4度目のバッターボックス、初球から打ってった、ボテボテの当たりはショートゴロ、アウトです。2塁フォースアウト、3アウトチェンジ、ジャイアンツファーストランナー残塁。9回の表が終わって1対0です。中川降板、そして最後は守護神の大勢、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、あっと入れば同点だ、右中間、一投間違い、入った入った、ホームラン、同点ホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、初球から思い切っていきました。今チームメイトが迎えます。同点の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは5番サンタナ、青一色のスタンドへ放り込むことができるか。投げた、ボール、まずはアウトロー、投げた、インロー、空振り、第3球を投げた、打ちました、当たり、そこではショートゴロ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番オスナ、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球外れた、ボール、第3球を投げました、打った、第4球を投げました、打ちました、三遊間の打球、坂本掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番中村、今日はここまで3打数1安打、
第2球投げました。見送ってボール。第3球を投げました。3球目空振り。第4球を投げました。見送ってボール。第5球投げた。ボール。第6球を投げた。中村選んでフォアボール。ここはよく見ました。第1球投げた。打ちました。ファール。第2球投げた。低めの球空振り。第3球を投げた。ボール。第4球を投げました。膝元外れてボール。次は5球目フォーク。空振り三振。9回の裏が終わりまして1対1、試合は延長に入ります。代打は北村。第1球投げました。外れたボール。第2球おっとすっぽ抜け。第3球真ん中ストライク。第4球は見送ってボール。投げました。ここはフォアボールになります。いきなり歩かせてしまいました。第1球投げました。縦のカーブボール。第2球ここは送りバント。ピッチャーの左へ転がした。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。バッターは2番丸。第1球投げました。インローへ変化球外れてボール。第2球投げた。アウトローへストライク。投球はこれから3球目。打った。第4球を投げた。低めボール。第5球投げた。ボール。第6球を投げた。低め見送ってフォアボール。この回2人目のフォアボールです。バッターは3番坂本。今日はここまで4打数1安打。投げた。打った。ショート右への打球。長岡ボールを掴んだ。ショートから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。10回の表が終了して1対1です。大勢降板。左の大江今日6人目のピッチャーとして登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第1球打ちました。投球これから2球目。ボール。投球はこれから3球目。打ちました。追い込んで第4球を投げました。打ちました。いい当たり。抜けた。浜田ナイスバッティングです。さあノーアウトでサヨナラのランナーが出ました。打順は1番に帰って塩見。第9球ボール。第2球投げました。打った。キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンド。ボールをつかみました。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。投げました。初球打ち引っ張った。ファール。第2球投げました。空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げました。一つ外した。ボール。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。打ちました。ショートゴロ。ゲッツーになるか。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレイです。今日2回目の併殺でこの回を終えました。延長10回の裏が終わって1対1です。木澤降板。左の田口今日6番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。延長11回の表これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは岡本。
ートはボール。第2球投げた、真ん中にストライク。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、打ちました。オスナ取った、一塁へ送る。山田取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番大城、今日5度目のバッターボックス。投げました、見送ってボール。第2球、高めの球、空振り。第3球を投げました、3球目空振り、追い込んでいます。第4球は三振。バッターは6番秋広、今日はホームランを打っています。投げました、インコース高め、外れてボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、高めの球、見逃し三振。田口、最後は見逃し三振に仕留めました。11回の表が終了して1対1です。大江降板、マウンド上ピッチャーは船場様、今日7番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げた、初球スライダー、空振り。1球目空振りから、第2球スライダー、ボール。第3球はボール。次が4球目、投げた、高めギリギリいっぱい、ストライク。さあ5球目、ストレートはボール、アウトコース高め。第6球を投げた、スライダー、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは4番村上。第1球投げた、初球打って出た、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番サンタナ、これが5度目のバッターボックス。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球は打ちました、引っ掛けた、サード前方のフライになりました。岡本落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スワローズクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。11回までが終了しまして1対1です。田口降板、マウンドに上がったのは清水、今日7人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9投げました、インコース低め、ストライク、キレのある変化球。第2球投げました、ボール。投げました、高速シンカーはストライク、変化球にキレがあります。第4球を投げた、ボール、インハイへ。投げた、低め、ボール球打った、ボールはレフトへ飛んでいきました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番吉川、今日はここまで4打数ノーヒット。投げた、高速シンカーはボール、外角高め。投げた、ボール。次が4球目、投げた、あっと打ちました、1、2塁間破った。吉川、いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは9番北村、これが2度目のバッターボックス。第2球、一塁ランナー出た、打ちました、センター前進、落下点に入りました、取りました、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、高めの変化球はボール。投球これから2球目、空振り。
第3球をランナー走った、外れた、ボールを二塁へ送った、二塁はセーフ、ランナーを進められてしまいました。さあリプレイです。スワローズ外野は浅めの守備を取ります。アウトコースをつけた、掴んで、これで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。スワローズこの回2アウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。延長12回の表が終わって1対1、船場様降板、右の畑今日8人目のピッチャーとして登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9投げました、ストレートはもう投げました、打ちました、丸余裕があります、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番中村、第9投げました、打ちました、初球打ち、秋広落下点に入った、センター方向へ持っていきましたが取りました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番長岡、今日はここまで4打数ノーヒット、3三振、初球流し打ち、1塁送球、1塁はセーフ、記録はヒットになりました。今日初めてのヒットになりました。バッターは代打内山、第9投げました、初球外れても、第2球ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球、判定はアウト、刺されました、引き分けで終了です。ご覧いただきましたように1対1、引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。